かめっちゃあって、この買わなきゃいけないのを結構全部買ってきました。でも買えてよかった。こんばんは。あれ？こんばんは。明日はオンラインお話し会ですね、皆さん。明日何着よっかな。なんかこれ着よっかなっていうのがあって、それに何を合わせようか悩み中。コストコ行ってないです。コストコじゃなくて今日はね、銀座に行ってきました。昨日も銀座に行って、2日連続私は銀座です。ザ銀の女2日間。しかも2日間とも銀座の三越っていう、なんかね、なんか昨日一日で済ませればよかったのに。昨日はお姉ちゃんと銀座のあのルワンジュ東京っていう、あのくまちゃんのケーキ屋さん、わかりますか？ちょっと見せる。ダン、ルワンジュ東京か。私ルワンジュ東京かと思ってた。ルワンジュ東京、ここ、このルワンジュ東京さんのクリスマスケーキが新作で出るっていうので、その新作お披露目会に招待していただいて、お姉ちゃんを誘って行ってきた。なんかね、さややの誕生日ケーキとか、あとせいなの誕生日ケーキもここでお願いしたりとか、あとお姉ちゃんの誕生日にはここのアフタヌーンティーでお祝いしたりとか、結構普通に普段から愛用してるケーキ屋さんなんですけど、そこのクリスマスケーキが新作で出ますよってことで、その、 あの展示会っていうかお披露目会にお姉ちゃんと行って、で今日はママと普通にお買い物をしてきました。すごい美味しいんですよ、ここのケーキ。もうそう、もうクリスマスケーキかーと思って、これこれ、よく見かけるケーキはこれじゃないですか。さややの誕生日はね、このピンククマちゃんにして、せいなの誕生日はこのブラウンクマちゃんにしたと思う。これね、チョコ食べれるの。これクマちゃん全部チョコなんです。よくここを使います。すごいかわいい。お土産にこれもらっちゃった。食べるんだ。なんかフォンダン、パレットフォンダンルビー、前回はこれいただきました。このなんかマシュマロにチョコレートがコーティングされてるやつ、おしゃれ、おしゃれすぎる。なんかめっちゃ、ちょっと改めてインスタグラムにも投稿するんですけど、昨日 AKB メールに送って、もう新作のクリスマスケーキがもうどれも本当に可愛くて、で
お姉ちゃん今年これにしたいって言ってた。お披露目会でブワーってクリスマスケーキが全種類並んでて、その中で今年これにしようって言ってて、え、それってなった。可愛いけどめちゃくちゃ。でもルワンジュ東京、ルワンジュ東京といえばクマちゃんじゃないですか。クマがいないのにこれなんだと思って、これにするらしい。お姉ちゃんは今年これも有名ですよね。このなんか茶色いクマちゃんが寝てて、これはなんか今年のクリスマスはブラックピンクがテーマらしくて、ドレスコートもあって、昨日新作お披露目会の時ブラックピンクコーデでぜひ来てくださいみたいな。すごい、これ見て、かわいい。ノエルって書いてある。14,904円、15,000円ですね、こちらのケーキ。かわいい、見て、リボンが乗ってるクマちゃん、ピンクのクマちゃん、かわいい。本当にブラックピンク。なんかケーキの層めっちゃ少なくない？でもこれほぼほぼチョコケーキ、これ土台、これはね黒でよく見えないんだけどね、なんだったっけこれ、なんかだったかわいい。32,000円、高っ。これ32,400円だって、このケーキ高級だ。でもなんか味違うんだろうね、こことこことかで。へえ、ちょっともうなんか難しすぎてわからん。これもかわいい、ピンクと黒のクリスマスケーキ、このクリスマスツリーみたいな、かわいすぎ。でこっからは結構毎年ある系のなんかザ・ルワンジュ東京って感じのクリスマスケーキ、これとかね、サンタさんが、クマちゃんがサンタさんになって、かわいい、めっちゃかわいいよ。見てこれとか、お姉ちゃんなんかおばの、おばにこういうのあげてたな、こういうなんか箱の中に入ってるケーキ、クマちゃんがいて、そう、このクマがね結構あれですよね、もうザ・ルワンジュって感じ。これとか見て、このお腹がポッコリしてるクマちゃんがこれ食べちゃってんの、すごい。わざわざホールケーキをきれいに作った後にここ干してます、このクマちゃんが食べてるから。かわいすぎない？このクマちゃんにこうやってつけてるよケーキ、かわいすぎ。何このかわいさ。13,000円です、こちらのクマちゃんが食べちゃってるケーキ。さすが、だってもうお店の場所が銀座と六本木だもん、もうそりゃ、はい、うわこれ16,000円だって、これすごいロマンチック、かわいすぎ。バラが、どこがケーキなの？チーズケーキだって、このバラの下がチーズケーキみたい、
1万6000円だって。これもあった、かわいいね。でチョコとホワイト。でもルアンジュ差し入れとかプレゼントでもらったら、うわセンスよってなる。センスいいなと思う。これもかわいい。バラは食べられないです。バラは草食。草食です。今年どうしよう、クリスマスケーキ。クリスマスケーキどうしようかな。ちょっとなんかペンが。入ってるよ。よいしょ。おう、手作り。あ、まあでもケーキ作り配信も良き。あ、なんか私去年さ作りたいケーキあったよね。クリスマスツリーみたいなケーキ作ろうとしたんだっけ、ピンクの。そうだっけ。そうだけど、ピンクのクリスマスツリーみたいなケーキ作ろうと思ったんだけど、あのマリンハウスのお菓子のお家のケーキが可愛すぎて結局買ったっていう。でも今年作ろうかな。あー、頭痛。ここがめっちゃ痛い。ザ偏頭痛。ブッシュドノエル作ったよね前。2年前とかかな、ブッシュドノエル作ったの。3年前とか、うん、確実に2年は前だね。2年前じゃない、2年前じゃない。おうちカフェとか恐ろしく、あの頃って家で食べてたね。スイーツとか食べてたね。349日連続ありがとうございます。明日350日だ。じゃああと15日で1年なの。うん、すごい。11月中には1周年を迎える気がします。なりそう。ブーくん大好き、ありがとう。大好きくまちゃんタワーくれた、ぷーくんが。ありがとう、優しい。すごい、しんしん先生とスポニーライスちゃんが神かな、これ。めっちゃネモースに見える、ネモーステレビ。目がかゆい。神、ありがとう。
がとう。もうさ、これゴールドがやばい、シルバーになっちゃってるね。もうだって私その指輪つけたままめっちゃアルコール消毒プシュプシュしてるもん。これもダメだね。だってもうそれ300円と500円だからね。ダメだ、指輪つけちゃった。AKB の提出物があって、それを書きながら配信しております。10月5日、10月6、7、8があれか。10月の6と7と8が武道館コンサートだったのか。そうだ、なんか AKB の提出物とかそのアンケートの提出とかなんかやらなきゃって思って明日やろうとか思ってるともう本当に忘れる。明日出さないといけないのを今やってます。なんかオンラインお話し会ちょっと久しぶりな気がする。いつが最後だったんだろう。私久しぶりのリップグラスは初のオンラインお話し会か。この間の元彼ですの最後が終わって朗読劇で出てなかったので、そうだ、
だ。なんか夏休みの宿題とかもなんか最初の方にやろうと思ってやり始めるんですけど、本当に1割ぐらい進んでもういいやってなんか飽きちゃって、残りの9割前日とかに一気にやるタイプです。最初はちゃんとやろうっていう気持ちが芽生えるの。最初はちゃんとやろうっていう気持ちが芽生えるんですけど、すぐ飽きて最後にあーやばい明日学校だってなって、もう急いでやるタイプ。夏休みの宿題めっちゃ多かったよね。なんかもうドリル一冊全部レベルじゃなかったですか？こっからここまでのドリルみたいなやつ、え、ほぼ全部じゃないみたいな。漢字ドリルとかさ、あ、読書感想文めっちゃ嫌いだった。あ、読書感想文本当に苦手でした。そのまず本を読まないといけないじゃん。だから私はダメなんですけど、本も出てる映画を見てそれをそのまま書いてました。ハリーポッターとか、ハリーポッターの映画をもう知ってるから、でハリーポッターって本もあるじゃん、だからそれを書いてたとかさ、あともう何でも、そうそう、もう映画の感想なの。映画の感想を、しかももうさ、そのために見るんじゃなくてもともと知ってる話だから、だから美女と野獣とかも本に絶対なってるから、アリエルとか、てかアリエルイコール人魚姫みたいなとか、眠れる森の美女とか、そういうなんか自分がもともと知ってるお話で絶対本になってるだろうみたいなやつにしてました毎回。そしたらもう超簡単、読まなくてもいいし、しかもなんか2ページその作文2枚みたいな書かないといけないときはもう1枚全部あらすじ書いてましたね。なんかハリーポッターと賢者の石みたいな、ハリーポッターと賢者の石はなんか普通にハリーポッターのお話では人間のことをマグルと言い魔法使いの世界をみたいな、なんか一枚全部説明。ある日ハリーポッターのもとにみたいな、しかもハリーで伸ばしで、もうコンマポちっちゃいツーター、もうハリーポッターの名前書くだけで8文字使えるの。もう書きまくってた、ハリーポッターってもう省略じゃなくてもうちゃんとフルネームで点まで書いて一つのあれにて、カタカナの登場人物はもう超楽です。ロン・ウィーズリーとか、ロンだけだったら2文字で終わっちゃうから、ロンコンマウィーズリー10文字ハーマヨニーテングレンジャーは13文字、ハーマヨニーが登場するたびに13文字稼げます。めちゃくちゃおすすめです。だからあ
んばんは。あと自由研究も私結構苦手でしたね。もう自由研究は本当に自分が食べたお菓子の個数と、ポッキーは赤の箱は20本だけど白は48本、白の方がお得だと感じましたとか、プッチョは10粒だけどハイチュウは12粒、グミがない分ハイチュウの方が2粒得でしたみたいな比較と自分の感想と、もうそのノート一冊に食べたお菓子のパッケージ貼るだけで、先生の感想はよく食べましたねでした。よく調べましたねじゃない、よく食べましたね、にっこりマークだった。あとね、本当に一番手抜きの自由研究はなんか塩作るって言って、 AKB の、私の好きな AKB で塩作りますって言って、春夏秋冬、秋といえばとか春といえばみたいな、春夏秋冬の塩を作ったんだけど、 AKB の歌詞丸写しした。春は桜のしおりとか言ってとか、夏はポニーテールとシュシュ、ポニーテールを揺らしながら、もう本当に秋元先生の自由研究になっちゃいました。秋は、秋何にしたっけな、私冬は予約したクリスマスにした。秋何にしたんだろう。でもちゃんとなんかまゆさんとか板野さんの、あの切り抜き、これ切って貼って、あのなんかファンの皆さんがうちわ作るときに、可愛いうちわ作るときにやってくださるようなことをやってた。自由研究でただの一枚のコピー用紙に AKB のシールとか貼って、ピンポン来た。わ、血出てきちゃった。次劇場公演いつ出れるんだろう。なんかなかなかチーム A の公演がなくて、そう、 A 公演がなかなかない。
生誕祭は今月中にやるというかやりたいなって思いはあるんですけど、どうなんだろう。今日あやみんの誕生日だ。あやみんの誕生日と石田明さんの誕生日。あれ電卓がない。あった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。1,2,3,4,5,6。わ。わ。何これ。え？ね、あやみん22歳だって。若っ。22歳か。私22歳の時何してたと思ったけど、あれですね、コロナだ。コロナのコロナが日本にも来て、コロナ禍になってから初めて迎えたのが22歳の誕生日だ。そうだ、思い出した。もう24。信じられない。信じられなすぎて。いや本当になんか生誕祭をやらないとその年になった実感があまり湧かない。 AKB あるあるだと思いますけども。じゃん。2022年の11月の運勢をまだ読んでいなかったので読みたいと思います。あれこれ2021年だ。2022年乱気の月だ。乱気の月、開運三ヶ条。うわー、めっちゃ下がってる。運勢どん底です。11月が2022年の中で私一番どん底。ほらここ。9月が一番良くて、11月めっちゃ下がってる。開運三ヶ条。1、自分よりも相手のことを考えて行動する。2、
夜更かしは避け睡眠時間を増やす。3、負けや失敗は素直に認める。総合運、執着しないことが大事な月、人のサポートに徹して。浮かれてはいられない状況になったり、チャンスがピンチになってしまいそうな月。チャンスがピンチになるってめっちゃ最悪じゃない？ピンチがチャンスじゃなくて、チャンスがピンチ。浮かれてはいられない状況になったり、チャンスがピンチになってしまいそうな月。面倒なことや不運と思えることを自ら招くケースもあるため、発言や態度は控えめに、謙虚な気持ちを忘れないようにしましょう。思っている以上に身勝手な判断をしていたり、自分中心に考えてしまうところが問題の原因になりやすいので、一歩引いた立場でサポート役を務めるといいでしょう。執着が無駄な苦労を招く場合もありそうです。ためらわず手放すことも大切でしょう。だってもうこの占い本、相変わらず心にぐさぐさくる。あんまり嬉しいこと言われた記憶ない。ためらわず手放すことも言って OK。 仕事運、余計なプライドを捨て相手に協力を。プレッシャーのかかる仕事や実力以上の仕事を任されてしまう時期、一方で美味しい仕事をライバルに奪われてしまうことも。油断せず一つ一つの仕事に丁寧に取り組みましょう。意地を張りすぎると空回りするので、時には負けを認めて自分の得意なことで周囲を手助けするといいでしょう。損して得を取るくらいの気持ちでいると協力してもらえそうです。自分のプライドばかり守らないようにしましょう。怖っ。金運、買い物運、機械の故障や急なお誘いなどで出費が激しくなってしまいそう。今月は自分のためによりも他人のためにお金を使うと良いでしょう。後輩や部下、お世話になった人への出費は惜しまないように。美容&健康運、風邪をひいたり疲れをためやすい時期なので気をつけましょう。野菜やフルーツを積極的に食べるようにし、ビタミン不足にならない食事を心がけましょう。だって明日キウイ2個食べないと。ほうほうほう。ビタミンは本当に大事ですよね。でもなんか季節の変わり目
どんどん寒くなってるから本当に体調崩さないようにしなきゃですね。皆さんも体調には気をつけてください。マックスエイトさんとクロとクリス・ロナウドとリトル・サッチーさんが神くれてた。クワちゃんラブいっぱいありがとう。トモさんが人知を超えた尊さ、人知を超えた尊さタワーくれた。ありがとうトモさん、元気ですか。11月、体調管理を一番頑張らないと。ありがとう。じゃあちょっとお礼をさせてくださいませ。ホワイトボード復活です。今日成城石井でなんかオマールエビソースみたいな、オマールエビソースってやつをね買ったんですよ。なんかあえたパスタとあえたらオマールエビのクリームパスタになるし、ドレッシングとしてもいいし、スープにしてもいいしみたいな、めちゃくちゃ万能なやつをね買ったの。だからもうめっちゃ嬉しくて、オマールエビ大好きだから、だから明日それをブロッコリーにつけて食べたいと思います。ゆうさんが紙くれた、ありがとう。成城石井とかさ、あのあそこなんだっけ、カルディとかめっちゃ好き。オマールエビのさ、そのソースをさスープにしたらもうオマールエビのビスマルクスープになりますよね、きっと。楽しみ、嬉しい。しちゃった。よいしょ。くまちゃん加工。ん？このくまちゃん手どうなってる？なんか今日あのなんだっけ、地球のブランド、地球の形のブランドのビビアンウェステッドかな、合ってます？を見てて、なんかバッグがすごい可愛くてね、でバッグ可愛い買おうかなと思って値段見たらね11万円でびっくりしちゃった。えっと思って、11万円、桁が一個違った。からちょっと諦めました。あらら、そんなに高いところだったの？と思って、ミューミューレベル。でもすごい可愛かったの。
かこちゃんが可愛いクマキャンディーありがとう。でもビビアンの帽子買いました。バケットハットみたいな。めっちゃ可愛かったの。私なんかバケットハットがあんまり似合わなくて、似合わないな私と思いながらかぶってたんだけど、なんかね試着っていうのかな、かぶさせてくださって店員さんが、そのね形はまだね、あれなんかいつもみたいにめちゃくちゃ似合わないわけじゃない気がすると思って、可愛かった。茶色にピンクのビビアンのマークがポンって入ってた。ではお礼をさせてください。じゃん、ブー君、くまちゃんの大好きタワーありがとう。あ、ちまって、もうちょっとハート足したい。じゃん、ぶーくん、くまちゃん大好きありがとう。ありがとうぶーくん。くま、ありがとう。ありがとうブー君。そしてさん、じゃんじゃん、人知を超えた尊さありがとう。ぜひぜひスクショしてね。やっぱホワイトボード書くといいね。じゃーん、ありがとうともさん、優しい、ありがとうございます。ピコリ丸、大輝くんと坂道さんがめっちゃスクショタイム盛り上げてくれてる、ありがとう。明日寒いかな。オンラインお話し会の洋服を何を着ようか、あ、ありがとう、スクショ撮れたよって。こちらこそありがとう。あ、今日と同じぐらい、今日すごい暖かかったですよね。私今日これだけなんですよ、これだけで過ごしてたんですけど、全然ちょうどよかった。中はねヒートテック、上着着なくても全然大丈夫だった。土曜日が寒くなる、土曜日私
あ、外出ないとダメだわ。嬉しい、あったかいの。やった。やったね。夜寒くなるか。私明日逆に夜だな、外出てるの。あ、皆さん明日さよならモーリーさんですね。さよならモーリーさん込み出てるっぽいです。込みさよならモーリーさん出てるっぽいので皆さんぜひ見てください。23時59分から、違う、24時59分から。ちゃん今日もめっちゃ可愛いねって、ありがとう。お料理選抜の回です。皆さんぜひぜひ見てください。ポニーテールしてます。怖っ。推し活応援フォア AKB48 グループ、現在 23,385 ポイント、ありがとう。今は推し活応援っていうのがあるの。本当に私は気合が入ってる時しかポニーテールをしないので、頭痛くなっちゃうのポニーテールすると。だから気合入って出ました。さよならモーリーさん、このあとインスタグラム投稿します。あ、クマのキャンディーじゃなくてペンライトか、キャンディーかと思ってた。ペンライトです。待って、そこにするね。ちょっとあと35分になったらランキング読みます。明日本当に何着よう。なんかね、着たいなって思ってる洋服はあるんだ。おニューの洋服、これに、なんかベージュ。あ、待って、私のめちゃくちゃ汚い、いやでも別にそんな汚くもないか、めちゃくちゃ汚い、あの部屋が映ったと思ったけど全然そんな汚くないです。わあ、なんか茶色いショートパンツ買えばよかったな。なんか茶色いショートパンツ買えばよかった。なんかさ、可愛いなと思うニットとか買ってもさ、その下何着ようっていうね、悩みが毎回ありますよね。悩む。なんか私茶色いショートパンツなかったっけ。
もう私はセットアップかワンピースしかダメだ。オールホワイトみたいになっちゃうんだけど。ロングブーツは早い。どうしよう、スタバのラテ飲んでる系女子になろっかな。なんか茶色いショートパンツないもんね。白でもいいじゃん。で白のロングブーツ。え、めっちゃ全身白じゃないって感じしない？そんなことないじゃん。だってそれ茶色じゃん。え、茶色じゃないよ。それ茶色じゃん。ベージュ。スカートえい、どこにあるのスカート。あ、これむ、何着るか。わっ、あー、落っことした。私が悩んだ末何を書くことにしたのか、皆さん明日のオンラインお話し会お楽しみに。ではランキング読みます。13位マサさん、12位マサ様、11位ヨースさん、10位リカコちゃん、9位オリさん、8位クリス・ロナウド、7位クワちゃん、6位クロ、5位仮面ライダー高尾圭さん、4位坂道さん、3位大輝くん、2位ともさん、1位ブーくんです。ありがとう。明日のオンラインお話し会皆さんよろしくお願いします。で、明日は夜帰ってくるのが多分遅くて、帰ってくるのが多分11時とかになりそう。そんなに配信できなさそうなので、朝昼またまたメイク配信します。もうメイク一人で無言でやるの寂しくて、ショールームしながらじゃないとなんかできなくなってきた。12時とか13時とか。12時、13時、14時、ここら辺でメイク配信します。ので、見てね。では皆さん、配信見てくださりありがとうございました。あ、この後 AKB メールとインスタグラム投稿するので、見てね。バイバーイ。皆さんまたね。ありがとうございました。